はい、今夜もハーレの時間がやってまいりました。ということでですね、今日は初心者の方でも超簡単にハーレーが磨ける磨き方というのをやっていきたいと思います。はい、でですね、最近やっぱり水場がね、駐車場にないですとか、水が出るところがね、近くにないっていう方がいて、で、そういう方のお手入れの仕方ですね、今日はで、ね、そういうのをやっていきたいんですけども、ちょっとツーリングに出たりですとか、乗る前に10分15分、これでですね、ハーレがね、簡単に磨けちゃうということで、やっていきたいと思います。はい。で、いろいろ用意していただくものがあるんですけど、早速用意していただくのが、こちらですね。はい。ナイロン製のタオルでございます。はい。で、これかなりキメが細かいんですよ。なのでね、普段自分の体拭いたりとかね、そういう目の粗いタオルというのは、ね、使わないでください。それとね、これで直接拭かないでくださいねっていうので、やっぱりこれで直接乾いた状態で拭いてしまうと、やっぱりどうしてもシャレの方が傷ついちゃったりしますので、必ず何か湿らせてから使うという、その間もちょっと今日説明していきますのでよろしくお願いします。はい。で、タオルなんですけども用意していただくとね、あとね、ちょっとね、見ていただきたいのが、今日ね、使うのがね、この3つのケミカルです。で、最初にこちらポリッシュですね。はい、我々よく使ってます。これ1820円です。はい。で、これをですね、デニムペイント以外のところだったらほとんどこれ使えますので、これでホイールとかも使えますし、いろんなところ使えるんですね。で、当然クリーナーとそれからワックス交換もありますので、ちょっとこの辺最初に使っていきたいと思います。はい。で、次に使うのがこちら、エンジンブライトナーということでですね、これがね、3689円で、これは名前の通りエンジンですね。エンジンのこういうところに、かけていただければですね、また新車同様の光沢が取り戻せるよっていうので、こちらエンジンブライトナーですね、こちらも使っていきます。で、最後に使うのがこちら、ゼロフィニッシュでございます。はい。で、ガラスコーティングにかなり近いね、効果がありますので、これね、いろんなところに使えます用途で。で、結構最後の仕上げでね、こちら使っていただくとより効果がね、出るということで、今日はね、この3つを使っていきたいと思います。で、早速なんですけれども、ポリッシュ、こちらですね、使っていただきます。で、これ使い方はね、どうやってやるのっていうと、直接拭いてもらってもいいんですよ。ただ予期せぬところにかかっちゃったり、泡が飛び散っちゃったりするんですね。これ泡状なんですけれども、なので我々なんかはこうやってね、こうやってもう泡出ますよね。これをもうつけていただくだけです。タオルにこうやって取っていただいたら、あとはもう汚いなとか汚れ落としたいなというところにこうやってこれだけです。はい。こういうところとかね。なので、直接拭くよりもこういうタオルに拭いたところのところの方がこういうところとかも拭けますよね。はい。なので、あとね、これね、何がね、いいかっていうとね、このフィンポリッシュ、UV プロテクト効果があるので、やっぱり紫外線とかに当たるとオートバイも色落ちってしまうするんですよ。やっぱりそういうのを防いでくれるっていうのと、あとね、ホコリとかの付着をしづらくしてくれるんで、ホコリ付着効果を防止してくれるっていう効果がありますので、ぜひね、こちら使っていただけると、一家に一台一個ですね、あってもいいかもしれません。はい。ポリッシュということですね。で、次にこのエンジンブライトナーですね。はい。こちらをですね、使っていきたいと思います。で、エンジンに吹きかけるんですけれども、こういうリンクル仕上げっていうんですけど、こういうところに吹きかけてきます。で、やっぱりね、かなり熱量が高くなってくるので、乾燥してしまったりですとか、ホコリがね、付着したのがなかなかこう取れなかったりするんですよ、こういうところって。なので、そういう時にこれを、これはね、タオルにつけないで直接かけていいです。こういう感じで、はい。で、ちょっと吹きつけすぎだな、付着しすぎたなっていう時は、こうやって伸ばしてください。これだけです。これも簡単ですよね。で、これだけで、深みのあるまた黒が復活してきたりですとか、新車同様にね、またその時の黒が蘇ってきますので、で、これフィンなんかありますよね。こういうところなんかは、なかなか奥とか磨けないなっていう時は、もうそのまま直接吹いてもらって大丈夫です。こういう感じで、はい。で、吹きづらかったりしてもちょっとしたら乾きますので、これでもう大丈夫です。はい。もうだいぶね、汚れもこれで落ちてきますよね。はい。こういう効果があります。で、こういうカムカバーですとか、こういうリンクル仕上げのところ全部使えますので、こちらもすごくいい素材になってますね。はい。ということで、ブライトなんです。はい。で、最後にですね、こちらゼロフィニッシュでございます。はい。で、これなんですけれども、ポリッシュを使った後に
こちら使うと、冒頭でも説明したように、やっぱりガラスコーティングの効果があるんですね。で、これはね、何がいいかっていうとね、全部に使えます。で、耐熱効果もありますので、これエンジンですとか、マフラー、こういうところにもね、使えるんですよ。はい。で、これも直接まあ、吹き付けてもらってもいいんですけれども、やっぱり、抑線灯にかかっちゃったりとかっていうのもありますので、やっぱりね、これタオルにシューッとかけてから、こういうところに拭いていただくと、ちょっともうこれだけで綺麗になりますよね。すごく。はい、これ深みがね、出て、さらにやっぱり汚れをさらに付着しづらくするっていう効果がありますので、ぜひね、こちらね、最後のね、仕上げにね、使っていただければと思いますね。はい、ゼロフィニッシュ。はい、シュワラスターさんからになります。はい。でね、こうやってね、3つ使ったんですけれども、最近はこうやって水使わなくても、これだけでかなりこうやって綺麗になるんですよ。なので、ね、初心者の方でも、初心者じゃない方でも、やっぱりこういうのをぜひ使っていただければ、またハーレーライフがですね、楽しくなってくると思いますので、ぜひ今回のですね、この3つの要素を使って、ハーレーライフを楽しんでみてください。ということで、今夜もハーレーでした。また、コメントよろしくお願いしますね。はい。また待ってますんでね。はい。何でもコメントしてください。またそれについてはね、動画も撮っていきたいと思いますね。ありがとうございました。